こんにちは、レプロエンターテインメントの平山美春です。今日は私の好きな映画を3本ご紹介したいと思います。まず1本目は007のカジノロワイヤル。もうこれは本当にかっこよさとかストーリー性とかも完璧な映画です。そして2本目がきっとうまくいく。これはインドの映画なんですけど、もうハリウッドに負けないぐらいのストーリー性と笑いあり涙あり、そして結末もすごくいい映画です。そして3本目がビバリーヒルズチワワです。これはディズニーの、まあ半分コメディみたいな感じなんですけど、もう本当にチワワが可愛くてしょうがないのと、もうチワワが人間のように走り回って動いて、あんなに飽きさせない映画はないと思います。ぜひこの3本をご覧ください。はい、カット。